こんにちは、ドクターネックスです。今回はパックの購入に行ってみたいと思います。旋回門応援パック、そして、旋回門応援パックゴールデン、買ってなかったイベント応援パック、この3つ買っていきたいと思います。はい、というわけで、旋回門応援パックノーマル、ゴールデン、そしてイベント応援パックを購入完了しました。イベント応援パックが何が出るかといいますと、イベント応援パックは月の初めに、販売されるパックで、その時のボナキャラが手に入るようになってます。今回はこの3人、僕は京都来たけぐらいかな、レベルマじゃないのは確か違ったはず。というわけで星5白帝ガチャチケット、こいつですね。ちょっと遊んであげるわ。ビーム。レベルマ。で、旋回門、これね、旋回門クエスト。こちらは何が出るかと言いますと、こんな感じ。ただ目玉がそのキャラであって、他も特殊ネアイゼンとか、これはアリーナ剣ですね。これアリーナってアリーナって書かないんだね、ピアースバトルのグリムかな、欲しいのは。さ、どうにでもなあれ。命までは奪いはしねえ。心室外は25、体力最大 25% アップ。さあ、ゴールデンは5枚選べます。5枚選べたうちの1つなんで確率 20%。 まあ欲しいも来ないよね。やべ、レメここに表示されてるキャラは俺ザイル以外はレベルマじゃないかな。ザイルもレベルマだったりするかもしれない。まあ、別に使わないんでいいですけど。もういっそ古いキャラで特別抽選回したい連中でいいかな。バンガサでしょ。誰を回したかったか覚えてない。あ、ボンド1号。あと3体。難しいね。
やすいません、ちょっと待ってくださいね。あ、うん、俺3周年ウルキはうまくいったんだっけ。俺はついてる、やるじゃん俺。まあまだできてなかったのカポローズ。地のウルキ、技のスターク、あ、できてるうわ、できてた。じゃああと何にしよう。本当悩ましいですよね。ウルキできたんで、何回やっても出ない地属性コンビ。あとは、クールタイム短縮&強攻撃ダメージアップの連中もだいたい再抽選を終えられてきてるんだよね。あ、京都周平通常型、これからを見越しての。そうしよう。もう地属性ばっかだ。かな、欲しいのは。みんなを守っててめえと戦うんだよ。ああ、ボンドはいいっすね。で、ボンドは攻撃250がついてて、再抽選しても出ない。結構再抽選してる。皆さんは何が当たりましたでしょうか。ご報告お待ちしております。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。